それではね、ちょっと飛ばして、ですね、副団長のリツイート、ちょっと10番、伊藤和恵さんのツイッターをリツイートしておられるんで、ちょっとこの演説妨害とも受け取られる大声のやじ、この件について、ちょっと副団長から解説とコメント、先にいただきましょうか。藤原和恵さん、この方もですね、非常に見識のあるツイートをいっぱいされる方なんですけれども、妨害、あ、え、演説妨害とも受け取られる大声でのやじの正当性を公共の電波で大宣伝してきた TBS と HBC は、東京中国補選における翼の党による演説妨害に対し、黙っていないで見解を述べてください。警察は批判に萎縮して全く動きませんでしたが、多くの国民は権利が侵害されたと思っています。といそのう、通り。コメントで、これはHBC の、北海道放送のですね、ヤジと民主主義、劇場拡大版というですね、本当に、つまらない、記事を、引用、リツイートした形ですね。で、この、ヤジと民主主義なるですね、へんてこりんなプロパガンダ、映画はですね、要するに、候補者の、選挙を、暴力的な発言を封じる、行動を封じるような、やじをすることが素晴らしいんだっていうですね、民主主義を冒涜するようなことを民主主義の行動であるかのように、ひっくり返して美化した、もう頭のおかしな、人たちによる頭のおかしな映画、これを頭のおかしな、テレビ局がですね、礼賛したっていう内容ですね。こういうことについて、藤原和恵さんがですね、厳しく批判をしたということです。三枝さんは何度も現場に行って、この光景をご覧になったと思います。実ははい。僕が三枝さんを目撃したのは、翼の党がとある区議会議員を後ろ倒しに倒したあの現場。僕、右斜めずっと後ろにいたんですよ。ああ、そうですか。で、三枝さんなんかね、小池都知事と乙武さんのそばにまで行って行かれ見てましましたたよね。行ってましうたちよのね。嫁さんがですね、小池さんとどうしてもタッチがしたいみたいな。うちのなる嫁ほど。ニー派なんで、思想信条問わず。でそうですね、ね。このとまでね、拝見しました。あの辺の様子をちょっと聞かせてください。そうなんです。野獣の状もう況。はい。長尾先生もね、見てらしたからあれだと思うんですけれども、もうずっと維新にもやってましたし、立憲民主にもやってましたし、参政党にも一部やってました。で、もう非常に問題なのは、彼らはですね、突撃と称して、もう本当に候補者の目の前まで来てですね、街宣車をかぶせて、大声でがなり立てるんですね。風鈴の音だけ、へいへいへいってずっとやってましたよね。あれをやられちゃうわけです。そうなるとですへい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 っていうのはね、僕ね、頭ヘビーロード投手してるんですよ。あれね、テープ回しながら、へい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 ってやってるんですよ。でもあれはね、ちょっとね、要はね、言論の自由って、札幌地裁の広瀬隆裁判長、もうその5ヶ月後にですね、3ヶ月後か、安倍さんが亡くなるんですけれども、それで札幌高裁の、大竹優子裁判長、ちょっと判決のトーンが変わりました。それでも88万円の勝訴が55万円に下がっただけで、やじは言論の自由だという根幹は変えてないんです。で、これはちょっと実は文化人放送局の水曜瓦版で、山岡さんと若干の見解の相違があったんですけれども、やじを一発飛ばすのは言論の自由じゃないかというふうに山岡さんはおっしゃってたんですが、僕はそれを言うんだったら、判例の積み重ねがないと、これはダメだと。で、正直言って、この選挙が終わったら、僕は翼の党は強制捜査されると思うと、警視庁に。僕絶対そうじゃないかおかしいと思いますよ。ええ。で、僕はそうすべきだし、これによって判例をきちっと作って、ここまでやったらアウトなんだっていうことをきっちり示さないと、今の札幌高裁判決が生きてる間はですね、警察、それはね、動けないですよ。これは本当にね、司法、札幌地裁、札幌高裁の責任はものすごく大きくて、こんなね、判決を最高裁が追認することは、よもやないと思いますけど、LGBT のね、変な裁判で変な判決出してる最高裁ですから、もう今や最低裁になってしまって、ちょっと心配なんですけれども、それも、
やっぱりあるんですね。それともう一つは、それに乗っかってですね、このヤジと民主主義って、これはあの北海道のその吉田さんのツイートのとまさに通りなんですけれども、報道局のデスクがですね、これ監督やってるわけですよ。で、青木修さんなんかがやってってね、いやー素晴らしい素晴らしい民主主義だって言うんだけれども、この映画に決定的に欠けてる視点は、あそこで安倍さんたちの演説を聞きたかった、静かな環境で聞きたかった人たちの人権にはですね、一切憲法14条には一切触れてないっていうことなんですよね。これがね、もう完全にね、あのマスコミもそうだし裁判所もそうなんですけど、その視点が全く欠けてるんですよ。ヤジはね、民主主義の発露でも何でもないし、表現の自由でも何でもないですよ。これに一言を加えていいですか？はい、どうぞ。はい、これね、ヤジっていうからね、誤解が生じるんですよ。なんだろうな、ヤジは議場の花とも言ってですね、例えば僕なんかが、都議会に初当選をさせていたときに、僕の公約はもう昔から今までずっと子育て支援なんですね。それで、他の議員が僕の何代か後で、女性が言ったもんで、ヤジが問題になったんですけど、僕が都議会で初めて質問したときにも、まず子育て支援にして伺いますって僕が言ったらですね、議場からね、吉田君、まず君が結婚したことの上っていうヤジが飛んだんですよ。それで、まあ、僕の頃なんかみんなどっと議場が湧くみたいな感じで、僕は、苦笑いしながら質問を進めた。で、その後何代か後都議会でですね、まあ、女性が同じ質問して同じヤジが飛んだら、もう大変な問題になって、私は傷つきましたし、おいおい、なんかインタビューなんか泣き始めてね、被害者仕草をして、でヤジした人は、特定されて謝罪したことしましたけれども、いずれにせよヤジっていうのは、あれでせいぜいこの程度のものなんですよ。あるいは歌舞伎なんかでなんとかとか言って、要するに発言とか演技とかそういうものを止めるんじゃなくて、合いの手って言いますけどね、合いの手のようなものが本当はヤジのはずなんですよ。で、ところが安倍さんとかいろんなところにやってきたその連中っていうのはヤジじゃなくてですね、妨害なんですね。喋らせない、喋ってる内容を他の人に聞かせないようにする。これを同じヤジっていう名詞で呼ぶのはおかしくて、これね、妨害音声なんですよ。こういうちょっとその違いをはっきりした方がいいと思いますね。そうですよね。そのヤジという言葉の持つ印象はよろしくないという印象だけども、例えば応援とかいう話になるとね、ちょっと違う。よくね、ある一時期、これちょっと国会トリビアでどうでもいいんですけど、ある一時期ね、私、自由民主党の長尾隆でございます、知ってるよっていうのが、そういうやじがなんとかあったんですよ。各議員、ちょこっと流行った時期があって、どうでもいい話ですけど。で、それはね、不規則発言。でね、速記にはね、括弧で不規則発言ありって出てくるんですね。だから、いい愛の手声も、悪い批判のやじも、要は速記上は不規則発言っていう処理の仕方をするんですよね。で、それがね、いいか悪いかっていう話になったら、これ今のは議場の話なんですけども、選挙のね、この場においてはね、僕やっぱ2つ論点が合うと思っていて、1つは、札幌高裁の時のようにね、候補者ではない一般大衆の、ああいう混乱劇。もう1つはね、候補者による相手陣営の選挙妨害。で、今回はっていうか、前回の衆議院選挙の時にも、私が落選した、あの衆議院選挙の時にも、あの黒川はなんかあちこち行ってやってたらしいですね。街宣車の後ろにくっついて。で、あれは、あの頃はまだ候補者じゃなかったから。だけど今回は候補者陣営が候補者に対してやるということは、僕ね、三枝さんが指摘されたようにね、あれ僕絶対ガサ入れ入ると思うんですよ。入らなかったらおかしいですよ。これ公職選挙法違反じゃねえか。ところが僕も今分かんないのは、まさか候補者が相手陣営のところに行って選挙妨害をやるなんてことは想定してないんで、どういう形でなんかしょっぴくのかな、ガサ入るのかなっ
ていうようなところはちょっと僕自身も分かんないところなんですけど、その辺はまあどちらか、あ、まあ、これはね、から先行きました。これはヒントはね、ヒントはね、はい、この間乙武さんの陣営に夜だいぶ遅くなってから一人突撃して、はい、暴行の現行犯で捕まったでしょ、はい、あったあった、あったでしょ、あの引き倒しの日の夜ね、はいはい、夜ね、あれをね送検した時に罪名が変わってるんですよ。公職選挙法違反の選挙の自由妨害になってるんです。あ、自由妨害に変わったんだ。変わったんです。あれは、候補者陣営の人、そう、候補者陣営の人が暴行されたんです。運動員が。あ、で、暴行したのは誰でしたっけ？多分翼の関係者。うん、関係者だと思う。関係者ですね。うん、あいつらじゃないですよ。トップの方じゃないですよ。だから、あの時に、まあ、応援団みたいな、応援してない人ですか？うん、あの時に、ある区議さんが言ってたのは、末端捕まえてもこれじゃしょうがないじゃないかって言ったんですよ。そうそうそう。うん、で、で、僕はその時に、送検の段階で選挙の自由妨害っていうふうに出してきたっていうことは、この案件は選挙の自由妨害と警察も検察も見てるっていう、当然送検する時には打ち合わせするから、ね、はいはい、こっちでやりましょうって言った時に、よし、やろうっていうのを、おそらく両者で合意したと。それで僕は、あ、ひょっとするとこれ、警視庁本気で怒るときは、トップやりますから、必ずトップやりますから。だからこれは、黒川氏がね、もうまあ名前言っちゃっていいな、黒川氏が、運動員に対してどの程度の指示をしていたのか、突っ込めとまで言ったのか、その辺のことの解明は、僕はあの警視庁だったらね、必ずやると思います。僕は、あるね、昔、法の花三宝行事件っていうのがあったんですよ。で、その時にね、ある、ちょっと郊外に住んでる刑事さんの家に朝がけって言って、幼稚朝がけって言ってよく行くんですけどね、はい、朝出てくるの待ってたの。そしたらその刑事さんがおーって手を挙げて、今日お前頑張ってんじゃないか、おい俺福永行くからなって言ったんです。法の花散歩業の教祖ですよ。で僕はびっくりして、いや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 、あのいくらなんでも宗教団体の教祖は無理でしょうって言った時に、彼が僕の肩をポンポンって叩いて、警視庁は戦艦大和なんだと、動き出したら止まらないんだと、あ、やるトップをやるんだって言って、ニヤって笑って去ってったんですよ。それから1年経ってからその教祖は逮捕されました。だから僕はね、やっぱりこれ超えちゃいけない一線を超えたって警察が判断したときは、必ず僕は警視庁はトップを狙ってくると思います。なるほどね、はい、副団長ね、まあ、やっぱりあのできればあの選挙期間中にね起こる妨害行為はその時点でっていうのが一応理想なんですけど、とりあえず終わった後、翼の党やっぱりどんな処分を受けるかっていうその可能性についてはどうお考えですか？あのどこまで、まあ、証拠をね、あの、まあ、例えば今いっぱい実は動画が出てるじゃないですか、出てるよね、この動画をちゃんと証拠として採用されるのかどうなのか、あのっていうことが、まあ、やっぱり一つキーですよね。で、まあ、このいっぱい出てる動画を、まあ、見れば、実際に、まあ、あの候補者本人が、ね、先ほど言った、まあ、荻野君というあの区議を実際危ない形で後ろに引きずり倒して本人は転倒してますから、あのこれだけ見てももうあので本人が怪我でもすればこれ暴行から傷害に切り替わるわけですよ。っていう、ことをちゃんといろんな事例を積み重ねていけば本当に立件できるはずなので、ちゃんと立件してくださいと思いますし、であの、まあ、選挙期間っていうのはその候補者がその、この期間だけやあの選挙活動していいと言って許されている、有権者はその期間だけ、選挙の、候補者のいろんなその、訴え資料、そういうものをルールの中で聞くことができる、そしてその最終日までに、投票することができるというこの期間の妨害行為は本当は後で立件するんじゃなくて、この期間に妨害を止めないと本当は有権者に対して大きなあの、まあ、聞く権利の侵害になるんですね。だから本当は現行犯で逮捕できるものは現行犯で逮捕して、それ以後の選挙に有権者の知る権利聞く権利を損ないないように本当は、まあ、警察の権、まあ、権限を執行してほしいと思いますね。ちょっとよろしいですか？まあ、まずね、乗り越えやすい、ちょっといいですか？ちょっとね、乗り越えやすい方法から言うと、まあ、やっぱりあの、候補者
と有権者、2つあったときに、候補者、僕は公職選挙法ですぐ対応できると思うんですよ。それこそ、もうこの国会で出したっていうわけですよ。現実にこういうとんでもないこと起きてるわけですから。ただ、有権者って話になると、またいろいろな、ね、議論があるんで、僕はまずね、今回、候補者陣営が、ね、あんなことやってる。で、なんか黒川氏、なんか今度、東京都知事選挙に出るっていう記者会見をやったの、やるの？わかんないけど、でも彼はね、候補者だったら捕まんないっていうふうに思っていて、多分同じことを多分これからやるんでしょうね。だから4月28日投開票日終わった後ね、まあ29日の朝あたりね、ちょっと警察ちょっと頑張っていただきたいなっていう、そういう期待感を持ってます。西郷さん、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。先生にね、長尾先生に伺いたいんですけど、引き倒された瞬間って見てました？見てない。なんかね、ざわついたんで、僕はあの瞬間見てないんですよ。あれ多分ね、警察見てないんじゃないんですかね。ああ、わかんないです。だから、現行犯で捕まえられなくて、あれ、ほっといてんじゃないのかなって思ったりするんですよ。僕はね、あの時には、ちょっと他に移動しようと思ったんですよ。真ん中の方に行こうと思って、それでなんかざわついたなっていうところで、後で知ったんです。あ、だそういから、うことかっつって。そうそう、だから、現行犯で突撃した男っていうのは現行犯でしょ？だからそれ以外はまだ現行犯になってないやつを、やっぱりこの際だからって言って、その上下の、そのなんていうんですか、その指令関係とかそういうのも全部含めて、やっぱり、まあ、警視庁のやり方だと、まあ、現行犯を除けばですね、そういう感じでやるんじゃないのかなというような気がして、っていうか、まあ、本当はね、本来は選挙期間中にやってほしいんですけれども、それがせめてダメでもね、もう本当に貴重な機会なんで、これはきちっとですね、責任取らせて、指揮命令系統も全部立件して、一番トップまでやって、もうね、出させないというところまでもこれやらないと本当にダメだと思そういますね。ですこれね。ね、本当に公民まあ、権公停止民まで権やっ停止ね、そすべう。きですね。公民権。ごめんなさい、どうぞ。ちょっあ、じゃあといいですか。今、タイムラグがあって、公民権停これ止。ごめん、ごめんね。まあ、邪魔してるわけじゃないんだけど。本人が言っているんですけど、自分の当選を目的としていないって動画で言っちゃってるんですよ。言ってるよね。言っているので、これはつまり、自分の当選のためにね、他の候補者と対話をしたいから追っかけるとかいう、もう、まあ、言い訳がもう通用しない、もう自供しちゃってるんですね。だからこれは多分警察は罪を重く見ると思います。ね、立件して起訴されれば、懲役に行かなくても、行政処分で公民権停止ってのはありますんでね。選挙が終わってからもね、ちょっとこの辺は注目していきたいなと、思います。それで、ちょっと一気に、ちょっと進ませていただきたいと思います。それで、このと、3選、3つの補選が終わったらですね、いつ、衆議院総選挙が、あってもおかしくない。そこでまた、14番ですね、木原誠二、前官房副長官がですね、政権交代が起こってもおかしくないと、こう述べられたことについて、三枝さんがツイッターされてるんで、ちょっと解説とコメント、先にお願いします。これ、現実問題として、やはり自民党のですね、今回の、みみっちいですね、一部裏金と言われている、その問題に関しての対応と、岸田総理のですね、一連の、対応に関しては、非常にやはり、国民の目が厳しいと。それはやっぱり中国の補選を見ていても、非常にしらけた雰囲気があるっていうのはわかるんです。で、産経新聞の調査も含めてですね、政権交代が起きてほしいと言ってる人が50%超えてますのでね、これは本当にね、自民党は反省しなきゃいかんのですよ。しかし、僕はちょっと本当にね、木原さんが言うか、朝日新聞がね、これ、こういう発言をしたっていうことですけれど、ということで報じてますけれども、いや、木原さんがね、それ言うかっていうのが、皆さんご案内の通りね、一連のお話で、やっぱりちょっとどうなのっていうのが一つと、あとね、木原さんの選挙区にいまだに立憲民主党がね、候補者立ててないんですよ。
で、どういうことなんだと、これは一部ちょっとあの話題になってまして、本当やる気あんのかと、その辺にちょっと僕は意図を感じてしまってですね、ちょっと逆に お二方に教えていただきたいぐらいで、どういうふうでこうなってんのっていう、はい。まあ、やっぱりね、僕ね、政権交代がもしあるとするならば、野党が全選挙区に候補者擁立したらですよ。これやっぱりね、候補者擁立っていうのは一番大事なんですよね。例えば、この選挙区なら勝てるよっていうんだったら、みんな出ますよ。どうかなっていうところもちょっと考えて出ますよ。だけど、箸にも棒にもかからないところ、それでもやりますっていう人たちがいて、初めて全選挙区に候補者を立てることができると。だから選挙ってもちろん勝つことは絶対的に大事なんですけれども、まあどう考えてもちょっと勝てない陣営であったとしても、そこが頑張れば2枚目の投票用紙に比例でその政党の名前を書いてもらえるから、やっぱりね、候補者を出すってことはね、すっごく陣営にとっては重要なんですよ。ですから僕はいつも言うように、次の選挙では政権交代はないだろうと、まあ、5年後10年後は分からない。だけども唯一僕あるとするならば、野党もそれぞれの全部の野党が全選挙区に候補者立てたら、政権交代は僕はこの状態で突っ込んだらあってもおかしくない。だからやっぱり木原さんの今のお話は、でもね、木原さんやっぱり選挙強いんですよ。世論調査取ったって、多分木原さんがああいった、まあ、スキャンダルのような、まあ、周辺の、ね、登場人物にあったとしても、地元は地元で、だって秋元司さんだって今自民党票の2割抑えてるんですよ。これ地元意識って、ね、やっぱりそういう部分があるんで、まあ、なかなかね、木原さんのところに立憲が候補者を立てられないっていうのは分かるんだけれども、政権交代やろうと思ったら勝てるか勝てないか分かんないけれども、そういうところにも候補者を立てなければ政権交代はできない。そんな感じですかね。ちょっと力入っちゃいましたけど、副団長ごめんなさい。まず東京20区、木原さんの選挙区、確かに共産党は出てるけど、立憲が候補者選挙足してないんですけど、ここが自民党の牙城かというと、私の感覚から言うと全然そうじゃなくって、やっぱりね、まあ、革新左翼リベラルという人たちは地方議会にもそれぞれの市町村議会にもいるし、いや全然なんで本当に不思議に対抗馬立てないんだろう、なんかおかしな握ってるのっていうふうに不思議に思うぐらいですね。東京都内、東京都というところで立憲が候補者立てないというのはちょっと異様な姿ですね。これね、ちょうどね、ごめんなさい、話の途中で、これね、木原さんのところって東京都ももうちょっと西の方なんですよね。はいはいはい。でね、ちょうどね、境界線にあるのが練馬と西東京市で、私が育ったのは西東京市、旧保谷市ですけど、保谷市も まだね、革新が強いんですよ。市長もずっと革新系、それをねちょっと超える、清瀬市とか小平市とか、あっちの方に行くと自民党が強いんですよ。いやいや、小平なんかはもう、ね、今やもう中央線沿線っていうと、その近辺はあそこは立憲とか左翼も強いんですね。で、この、うん、国会議員はみんなね、国会議員はみんな、今国会の話ね、ごめんなさい、それは地方議会もね、なんだ、生活者ネットワークなんかね、西の方にいっぱいあるんでね。国会の話だけに限定させてもらうと、木原さんのところはね、ちょうど境界線ぐらいなんですよ。うん、ごめんなさい、話の途中、腰折って、申し訳ない。はい、そうですね、まさしく東村山、東山と清瀬、東久留米、武蔵村山っていうところなんで、うん、まあ、昔は自民党さんの牙城だったようなところなんですけど、もうここ20年以上前から、どん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 左が強くなっているところですので、本当だ、なんでここ立ってないんだろう、左の人があって、不思議な選挙区ですね。だから国政で勝てないんだよ、地方選挙は。その通りだと思う、だから末松さんのところは勝ったり負けたりだよね。でもね、あそこ今度選挙区ね、バラバラになるんですよ、うん、あそこ全部バラバラになるんですよ、うん、で、そうそう、バラバラになるんですよ。
わざわざ菅さんのところとかね、中野、まあ、旧七区とか、まあ、多分立憲というか左が強いからって多分選挙区の区割りが変わったぐらい本当は強いところなんですよ、左の。そうですね、うん、はい、なので、いや、ここなんでそんな木原さん強いのか不思議だなっていう感じですね。そうですね。てか逆に立てれば、はい、立てればある程度左の人たちの票は出てくるはずの場所ですね。いや、そうだと思いますよ。それではね、ちょっと先進ませていただきます。ちょっと畑変わって、共同通信の杉田水脈議員たたき、16番、もう本当にね、共同通信は杉田水脈議員にもつけまとっている、もうストーカー行為のような、もうこんな粘着でありますね。教育直後来賛めぐる批判に対して、これちょっと記事をね、パッと紹介をさせていただくと、いや、もうその通りだなと思って、まあ、なんか偏見なね、ナショナリズムや排外主義を煽った形だとか言うけれども、杉田議員はね、やっぱり本当に、背筋が伸びると、国家だけでなく海床場も清書した後、全員で教育直後昭和、背筋が伸びる思いがしましたと強調。ところが返信欄には背筋が伸びるんじゃなくて背筋が凍る思いだと酷評するということをわざわざ乗っけているわけですね。でちょっと一個飛ばして18番、まあ私はね、背筋はね伸びますと、それどころか心が洗われますと、まあ、日頃ね忘れがちな生きるべき日常生活の心得が芽吹きますと、そんな思いでね、ちょっと引用リツイートをさせていただきました。まあ、これに関して副団長もリツイートしておられるんで、ちょっとコメントとか、いただけますか。17番、はい、まあ、本当ね、まあ、頭が狂った動きをするから共同新聞って言うんですけど、共同通信って言うんですけれども、まあ、この狂った動きの通信が、まあ、言っている教育直後、何が書いてあるかもう一回確認しましょう。教育直後の12の特目といってですね、親に孝養を尽くしましょう、兄弟姉妹は仲良くしましょう、夫婦はいつも仲睦まじくしましょう、友達はお互いに信じ合って付き合いましょう、自分の言動を慎みましょう、広くすべての人に愛の手を差し伸べましょう、勉学に勤しみ職業を身につけましょう、知識を養い才能を伸ばしましょう、人格の向上に努めましょう、広く世の中の人々、社会のためになる仕事に励みましょう、法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう、正しい勇気を持って国のために真心を尽くして、まあ、一旦緩急あれば、まあ、国のためにですね戦いましょうということを、まあ、書いているわけですよ。これを読んでですね、背筋が凍る人たち、どんな反社会の存在なんだと。要するにこれに背筋が凍るという人たちは、つまり反日、反社会、まあ、犯罪者集団と、あるいは革命暴力集団と、まあ、このように言っている人たちが、背筋がどうぞ凍ってくださいと、普通のまっとうな暮らしをしたい人たちは、こういうことを聞くと、あ、ちゃんとまっとうに生きなきゃなと思うわけですね。まあ、頭の狂った動きをする通信に皆さん騙されないようにしましょう。以上です。三枝さん、いかがですか。全く吉田先生 のおっしゃったことに付け加えるべきこともありません。本当におっしゃる通りでね、普通のね、その日本人だとか戦前だとか戦後とかだとかそういうこと関係なしに、普通に日本人の日本をとっても人として当たり前のことしか書かれてないですよ。これは古今東西どこの国でも同じだと思いますよ。これが通行するものは僕は同じだと思いますから、もう全くね、どうかしてますよ、共同通信。はい、さっきね、副団長が紹介してくださったね、教育直後の、まあ、口語訳ですけども、実はね、これ私もあるところでこの話をしたんですが、まあみんなね、いい文章じゃないかということを感心してるんですよ。ところがね、僕がね、その話を締めくくる直後にね、実はこれは教育直後ですって言ったら、会場の一部がざわつきました。実は本当に確信犯でやりました。ちょっと教育の現場の関係の方々が多いところなんですけども、ちょっと試してやろうと思って、実は僕ね、それまだ言ったのね、会社員の頃だったんです。
ちょっとセミナーの講師やってくれって言われて、会社の時に。これ、あえて言ったらね、ざわついて、何なんだ、長尾っていう職員はと。だけど、やっぱり今、三枝さんがちょっと言いかけたように、読んだことがないんでしょうね。でね、その後私、ちょっと関係者に呼ばれてね、なんてことしてくれたんだみたいな人もいたり、いや、長尾さんおっしゃってることその通りだよと、長尾さん何も間違ったこと言ってないよと、そんな文章も紹介してないしと、ただ、教育直後だっていうだけで、もうガラッと評価変わっちゃうんですよね。こういう風潮ってありません？ありますね。僕の若い頃もそうです。どうぞ。うん、僕の若い頃がそうでした。教育直後っていうと、当時僕読んでませんでしたけど、教育直後けしからん、もうパブロフの犬ですわ、うん、それはもう大学生ぐらいまでそうでした。はい、一回また同じような実験やってみたいな。あの時のね、空気のこう変化、きたきたきたってそういう感じのね、変化でしたよ。はい、まあ、とにかく杉田議員も胆力をお持ちでいらっしゃいますんでね、もう我々も背筋を伸ばしながら、杉田議員を応援していきたいと思います。はい、さあそれではですね、ちょっと19番、いきましょうか。これ副団長の、ツイートなんですが、19番、まあじゃあ19番いきましょう。副団長お願いします。はい、はい、じゃあ19番ですね。これは、赤日新聞の、記事ですね。元慰安婦の遺族、中国で初提訴、日本政府に謝罪と賠償要求、現地報道。日中戦争で旧日本軍による性暴力の被害を受けたとする中国人元慰安婦の遺族が日本政府に謝罪と損害賠償を求めて中国の裁判所に提訴した。まあ、この、本人はすで、に死んでいて、その、まあ、その親戚だか何だかが訴えていると、訴えを起こしたっていうことなんですけれども、これ実は中国はですね、共産党独裁中国は慰安婦問題ってこれまで一切全く少しもですね関わってこなかったんですが、10年前ぐらいから初めてですね、中国人にも慰安婦強制連行虐殺された人たちがいるんだって言ってですね、これがまたバナナのたたき売りみたいにですね、初めは1万、2万、5万、10万、100万って今度多分1億人ぐらいに増えるんですけれども、まあ、こういうことを国を挙げて、20年、30年遅れぐらいでですね、韓国、北朝鮮、北朝鮮の工作を受けた韓国の人たちのようにですね、今から始めようとしている、この動きの一端です。ということで、私は、朝日新聞が捏造と悪化に全力を注いだ偽慰安婦強制問題、共産党独裁中国が便乗し拡大の動きを続けてきた一環です。朝日は謝罪をと、このように書かせていただいたんですが、もうこの問題だけでは1時間ぐらい特番組めるんですけども、とにかく使える、日本を叩くための、捏造には、全力を尽くす共産党独裁中国がいろんなカードがどんどん歴史の検証によってなくなってきたので、筋金入りのカードですけれども、この、慰安婦、強制連行虐殺問題っていうのは、中国人もひどい目にあったんだって言ってですね、当のご本人たちはもうお亡くなりになったりしているんで、遺族という人たちに、これで日本叩いて金儲けできますっていうふうにですね、国を挙げて取り組もうとしている一環で、こういうことが始まっているということです。はい、ありがとうございます。三枝さんいかがですか。いや、もう本当に吉田先生のおっしゃる通りだと思いますね。今頃になって言ってもね、ちょっと遅すぎましたねという感じですけれどもね。そうですね。はい、でね、関連してもちょっと2分しかないんで、さっと流させていただきたいと思います。20番、これは副団長もリツイートしてるんですけど、産経新聞で、帝国の慰安婦という著書が、パク・ユハさんだったかな、これ読み方。そうです、そうです。パク・ユハさんが2013年に、8月に出版した帝国の慰安婦に対して、慰安婦が売春婦にあたり、日本軍とどうして関係があったなどとする虚偽の記述で、慰安婦の名誉を傷つけたとして15年に在宅起訴されたけども、今回は、
もう要はこれは全く主席には当たらないという、まあ、この、最上告をしなかったと、つまり無罪確定というようなこと、まあ、これはこれでね、正しい判断ではないかなと思います。で、今日ね、元外交官の、高橋さんという方とご一緒していたときに、このパク・ユハさんと、その高橋さんが韓国大使館で働いていらっしゃったときに、パク・ユハさんと交流があったらしいんですね。で、パク・ユハさん自体もこのご著書を、まあ、僕も全部読んだことないですけど、全部読むとね、結構日本に対しての批判もいろいろあったりなんかする、全体としてはそういう本らしいんですね。ところがここの一部分のところだけ、これがね、どうして関係にあったっていうところだけ捉えて、まあ、どちらかというと日本批判もたくさんある本なのに、こういう裁判になるっていう、そんなお話をされていらっしゃいましたね。あと30秒しかありませんか、どちらか最後にご発言があれば。はい、この方、パク・ユハさん、その通りで、親日でも何でもないんですよ。ね、日本に対しても実に厳しいものの見方、評論されているけれども、うん、このヤンクの問題、多分厳しく事実を確認しようと思ったんでしょう。研究をしてみたら、全然売春婦であって、そうそう、日本軍と同志的結合のもとに、その業務に、まあ、ついていたということが、どうしても、そうであるという結論であったので、それを、発表したら、まあ、名誉毀損だの、史実の捏造だのと、訴えられ、まあ、韓国の中で訴えられてしまったと。でところが、今回無罪が確定したという、内容で、これも含めてですね、先ほどの中国の動きというのも、まあ、20週、30週遅れですよというのは、皆さんおっしゃる通りなんですが、共産党独裁中国は、莫大な予算と人員を使ってですね、例のアイリスちゃんの時みたいにですね、世界中でデタラメを吹き流すということをやりますから、まだまだ過去の問題にはなっていないということは、警戒しなければいけないと思います。まあ、さっきの教育長の話と一緒ですよ。仲間読まないでね、なんか議論してるのと、まあ、そういうところとは一線を画したいなと思います。はい、23時01分になりました。この瞬間4498人の方にご視聴いただいてます。ありがとうございます。途中でね、5180何人ぐらいまで行ったんですけどもね、それでもね、この時間帯に5000人を超える方にご視聴いただきましたことを心から感謝を申し上げ、本日は以上とさせていただきます。副団長斉草さん、お疲れ様でした。団員の皆さん、おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。